アーネスト・バイ・コロマは、西アフリカのシエラ・レオネの政治家。2007年より2018年まで、同国大統領を務めた。全人民会議代表。西アフリカ保健協会やイギリスのリスクの保健協会、及びイギリスのディレクター協会のメンバーである。1953年10月2日、シエラ・レオネ北部州ボンバリ地区のマケニで生まれた。 シエラレオネのカトリック系のキリスト教系の小学校や政府の男子中学校と進み、マグブラカの大学及びフリータウンのフォーラーベイカレッジのシエラレオネ大学に通った。1978年にシエラレオネの保険会社に入る前はマケニのセントフランシス中学校で教え子をシエラレオネ大学のフォーラーベイカレッジからの1976年に卒業させる。 1985年にリライアンスインシュアランストラストコーポレーションに移動し、1988年に専務理事。2002年3月に政治活動を始め、全人民会議のリーダーを決める投票で APC のリーダーとなった。2007年8月11日に行われたシエラレオネ大統領選に出馬し、対立候補には、 APC の与党シエラレオネ人民党のソロモン・ベレは、副大統領や人民民主改革運動、チャールズ・マルガイなどが出馬したが、決着がつかず、主位を競っていたベレワとの一騎打ちとなり、9月8日に行われた決選投票の結果、17日にベレワに勝利し、シエラレオネの新大統領に選ばれ就任。2012年11月の大統領選挙に立候補し、 得票率58.7%で、ジュリアスビオ候補に勝利し、再選された。2018年4月に大統領を退任。夫人のシアニアマは、フリータウンにあるシエラレオネで最も古い女子学校の、アニーオルシメモリアル学校に通い、ロンドン大学で、生物科学の大学院を卒業した実績を持つ人物。二人の子供がいる。ありがとうございます。